選手の交代をお知らせします。リファーレン長崎、背番号14原田武雄選手に代わりまして、背番号34河野谷俊幸選手が入ります。背番号28佐藤幸彦選手に代わりまして、背番号15張正幸選手が入ります。背番号17山本翔平選手に代わりまして、背番号10
ただいまの得点はサガン鳥栖背番号8番江藤優選手でした。その結果2対1でサガン鳥栖がリードしています。終了です。ご覧のように2対1でサガン鳥栖が勝利しました。あ、取った。取ったよ。